じゃあ、さあ江川さん、はね、はじゃないですよ、まあ、やっとゲストに来ていただいて、まあ来ていただいたというよりもこれは江川さんが収録してるね、はい、スタジオですもんね、はい、はい、1回なんですか、1回出させていただいたので、いやいや出ていただいて、ありがたかったです、いやもう第1回目のゲスト、はい、でもう何回も交渉したけど、はい、いや俺は YouTube に出ない、で江川さんも YouTube を始められて、はい、どうですか調子は、調子は分かんないんですよ自分では、なんで分かんないんですか、いいのか悪いのか、まあいいんでしょうね、いい感じですか、いやいい感じです、専門家が見た方が正しい、いや、別に専門家ではないですけど、はい、まあ今日ははい、ちょっと専門的な話をいろいろするんですか、うん、聞いていきたいと思うんですけど、専門的な話って何の専門、まあまあまあだからこれから言うんですよ、あ、言うんですか、じゃあ分かる、さあ、はい、江川さん、はい、佐々木朗希、ああ大谷翔平、はい、ダルビッシュ有、はい、この3人っていうのは、うん、やっぱトップクラスだと思うんですけど、そうですね、まず佐々木朗希と大谷を比べた時に、はい、同じ160キロ超えじゃないですか、うん、持ち球もほぼ似てるという、うん、まあはい、江川さんから見てどっちがいいピッチャーというかポテンシャルのあるピッチャーに見えますか、今同じとおっしゃいましたけれども、ピッチャーから言うと同じではないです、同じではない、はい、どういうところか、はい、佐々木朗希というピッチャーは、まあ、ストレートを投げてそれからほとんどフォークボールになるんですけど、はいはい、でまあ、バッターはフォーク、まあ、バッターですからあんまり説明いらないでしょうけど、フォークボールを来ると思ってストレートは見逃してしまうということはありますね、うん、でも基本ベースはストレートを投げておいてフォークボールで打ち取るというピッチャーのパターンなんですけど、うん、大谷翔平はそうではないので、まあ、スライダーというボールとツーシームですね、それが中心になっていて割とこうなんていうんですよね、もちろん打ち取りに行ってるんですけど、まあ打ち取らなければ内野ゴロを打たせるというスタイルなので、片っぽは佐々木は三振を取るというスタイルで、大谷さんは内野ゴロを増やしていきたいというスタイルっていう考えていただくと、ちょっとスタイルが違うなっていう、それ江川さんもものすごい速いボールを投げてましたけど、はい、やっぱ速いボールを持ってる人って、はい、三振を取りたいと思って投げてるんじゃないんですか、あ、それは三振を取れるストレートを持ってる方はそういうふうに考えてる方は多いと思います、でも大谷のじゃあストレートは、はい、三振を取るストレートではないということですか、大谷は取れないことはないんですけど、うん、いろんなボール、まあ、スライダーとかカットボールとかツーシームとかありますので、バッターからすると何が来るかわからないっていうパターンですよね、うん、だから4つか5つ来る中のどれかが来るだろうという待ち方をされますけど、うん、佐々木君の場合は、まあ、ストレートが来るというパターンで待ってるんで、うん、でそれがなかなか、まあ、芯に当たらないでヒットにならないで、うん、ストレートが来たと思ったらフォークが落ちるっていうパターンなので、ちょっとそのピッチャーのあれですると160キロ超えてるんですけど、同じピッチャーというには僕らは入れない、入れないね、うん、江川さんはじゃあ佐々木朗希型だったですよね、また江川さんは違いまして、違う、はい、これはだから今日出た意味が多分あるのかもしれないんですけど、江川卓はどういうピッチャーかっていうと、もちろん三振を取るんですけど、江川卓の手腕はそれまでにカウントを稼ぐのはファウルなんです、ファウル、はい、だから佐々木君はストレートで空振りさせたりする、でフォークで走ってるんですよね、僕はストレートを空振りさせていってその後バッターの好きなところのそばに投げて三振を取るってタイプなんで、これまた佐々木さんとちょっと違うんですね、だから私の手腕はファウル、ファール、ファール、まあ、とにかくまっすぐで弾いておいてカウントを整えて、はい、三振を取りに行くと、そうですね、相手のバッターの好きなところから 1,2 個ずれたところに投げて、はい、まあ、その考え方っていうのは、はい、ツボと欠点は紙一重のところにあるっていう考え方、そうですね、だから僕の一番多分ホームランを打たれるのは多いと思いますね、そのバッターがまあうまく打ったりとかちょっとボールが思ったよりいかなかった場合はバッターの好きなところに投げるわけですから、金に一番大きいホームランを打たれるケースは多いですね、まあ、江川さんもオールスターで8連続三振取ったじゃないですか、はい、この前佐々木朗希が13奪三振ですよ、うん、1回の2アウトから5回終了まで全部三振なんですよ、はいはい、その数字を見てやっぱすごいなって感じるのか、うん、あ、取れるよなって思うのかどっちですか、13はちょっと難しいですね、やっぱ難しいですか、うん、今までの記録は9なんですけど、9個っていうのは、まあ、野球9人ですから、うん、1回も見てない人たちが当たるっていうことは可能性があるんですけど、はい、一回りするとボールは見てますから、うん、
まあ、プロの場合は大体当てに行くっていうことができるんです。だからそれちょっとその、うん、なんていうんでしょうね、まあ、オリックスが完全試合されてるわけですけど、うん、オリックスの本来の打線の組み方じゃなかったと思うので、うん、当時は、うん、ベストではないということですね。ベストではないというか、自分の打順でバッティングをしているっていう試合じゃなかったので、ああいうことも起こり得たっていうことなんです。その1試合19っていうのはあんまり驚く数字ではない。いや驚きますね、やっぱすごいです。まあ、高校野球ならありますけど、ちょっとプロ野球で19っていうのは野田さんっていうピッチャー、うん、横手投げのそこフォークボール投げたかったですけど、この子の人が19取ってますけど、あの時も真ん中から全部落としてくれた大将だったんですけど、縦と横のあれはありますけど、やっぱりストレートとフォークでしたから、うん、そういう形の方が一番三振が多分増える。だから13連続もびっくりしますし、19本もちょっと驚きますよね。で、外野に飛んだのが2本ぐらいで、うんうん、普通だったら完全試合ノーヒットノーランって、うん、ファインプレー、あの当たりがなっていうのが、ね、1本2本あるじゃないですか、うん、全くなかったですよね、うん。まあ、そのぐらいあのストレートの走りが良かったんですよね、うん。なんでそういうことになるかっていうと、まあ、3年目ですよね。で、去年ちょっと投げてる、11試合投げてるんですけど、あの佐々木朗希ってやっぱり身長が188ぐらいあるのかな、はい、で手足が非常に長いんですよ。長いですね、うん、でこれがあの柔らかい関節を持ってるので、はい、いわゆるこうすごくしなってこうくるんですけど、はいはい、しなってくるところにバッターを合わせてるんですけど、そのしなり方の出るところの、まあ、バッターが振り始めるところですね、それが身長プラスその柔らかさでバッターが、まあ、待ってる感覚より何十センチか多分ホーム寄りで感じる、うん、だと思うんですね。だから全部がそれ振り遅れて空振りしてるっていう。で、フォークもあの日はすごく良くて、バッターのとこまで来てから落ちてるので、ほとんどストレートに見えたっていうことですか。でも次の試合も8回まで完全ですよ。はいはい。だからこれはもう完全な本物ですよ、ね。そうですね。あのまあ、調子の悪い時はこれから出てくると思いますけど、ある程度ああいうピッチングが多分できるっていう。で、まあ、キャッチャーもその、なんて言うんでしょうね、あの18歳の方がやってましたから、自分より2つ下ですかね。すごく楽にその呼吸が合うと、はい、あのギリギリ狙っていくというよりはもうあの速さだったら真ん中でいけるっていう感覚をやっぱりキャッチャーがそう得たんで、まあ、完全試合ができるというのはフォアボールがないということですから、あの際どいところに流さなかったということになりますよね。でダルビッシュとの違いって何か感じます？ダルビッシュはやっぱりあのスライダーなんかが多いんですけど、バッターの特徴を考えながら投げていくっていうピッチャーなので、佐々木君は自分主体っていうか、まあ、圧倒していきますよ、ね、圧倒していきますよ。ダルビッシュは研究をしてこのバッターこれが弱いあそこがいいっていう、まあ、落としたりスライダーを受けたりするピッチャーなので、うん、少しこうなんて言うんでしょうね、バッターによって変化をつけていくというピッチャー、うん、ということになりますかね。よく聞かれるんですよ、はい、打席に立ったら、うん、例えばコーチ監督でもいいけど、うん、ああいうピッチャーに指示を出して攻略をしていくかって、うん、よく聞かれるんですけど、うん、佐々木の場合はなかなかないんですよ。圧倒されてるんで。で、うん、逆にマウンドに立ってるピッチャーがどういうことされると嫌なんですか、ああいうピッチャーって。江川さんもバッターいろいろ見ながら投げてたと思うんですけど、うん、圧倒していくピッチャーだったじゃないですか、うん、何が一番嫌ですかマウンドにいて。多分佐々木君を攻略するにはまずフォークボールを振らないようにしていくっていうことなんですけどこれはあのバッターが、まあ分かりやすいですけど、フォークと思って振ってるわけじゃなくてストレートだと思って振っててフォークだから空振りするわけですね、はあ、ということはもうあそこまで完成されてるのでこれまず認めてですね、ストレートが一番多いわけですよね。 60% ぐらいそうですね。で 40% が多分フォークぐらいですから、はあ、まあ、全球三振してもいいからとりあえず全部ストレートだと思って打ってってくると、でそのストレートを狙い打っていくとストレートの速さにプロは慣れてきます。でそれでフォークが来て三振になってもいいと。でそのうちにストレートを狙って打っていくとどういうことが起こるかっていうと、キャッチャーも若いですから必ずフォークの比率を増やします、うん、フォークとかカーブを増やしていく。そうすると変化をバッテリーが求めていったら必ずそこに落としが来るんで。江川さんもマウンドで感じたことあると思うんですよ、江川攻略っていうのを、うんうんうん、対策というか、はいはい、考えてこられたと思うんですよ、はい、それは投げてて感じたと思うんですけど、はいはい、自分を変えることっていうのはなかったですか、じゃあマウンドで。ないですね。あの唯一その山下さんとかタイミングの合う人にはちょっと足の上げ方ゆっくりしたりすることはありました、ね、自分のホームを変えるんですか、はい、ぐらいまで行った選手はいます。どうやってマウンドでホームを変えるんですか、うん、それ変えてできるもんなんですか。あのゆっくり上げられる、普
普通に上げるやつを少しゆっくりぐらいのことしかできないんですけど、もうストレートもカーブも全部合うんですよね。じゃあもう球種をこっちに変化球を増やそうとか、そういうことはあんまり考えない方が、佐々木朗希もこれから来るであろう、はい、やっぱ朗希対策っていうのは絶対してくるじゃないですか。はい、してくるんですね。だからその自分のスタイルは絶対変えない方がいいということですか。うん、だからストレート狙いで来ても、まあ、松川君キャッチャーが若いですから、変えないでそのこの間のピッチングを続けていけば、うん、まあ、調子の悪い時は打たれますけど、ある程度調子が良かったら結構いけると思います。うん、ただその面白いのはストレートを狙われてるって言って、今はヒットが出てませんけど、ポンってヒットが出始まったり、ホームランがポンと出ていくと、あ、まっすぐだけやっぱ狙ってきてるっていうこともなるでしょうから、そうすると必ず変化球を増やしますので、キャッチャーは。そうなっていくと今度逆にピッチャーに変化が出ちゃう。フォアボールになったりとか、ピッチングのバランスが崩れるので、それがどこがやってくるかでしょうね。江川さん完全ってなんでできなかったんですか。僕はね、なんであれだけコントロールが良くて、うん、速くて、うん、で変化球もあって、僕ね、あの阪神戦で真弓さんに先頭打者レフト前に打たれて、あと26人ノーヒットってなるんですよ。でも最初だったらちょっとあれでしょ、面白くもなんともないそうですね、うん、これはあるんですよ。だけど途中までとないですね。途中5回か6回ぐらいまであったかもしれないけど、プロではないんですよ、ね、でも江川さんがマウンドに上がるときってやっぱ完全とかノーヒットとか、うん、そういうのを目指していくんですか。9回を考えるので、多分その1番から5番ぐらい前と6番以降のボールをちょっとこう落とすっていうとおかしいんですけど、あの抑揚をつけていかないと、なるほど、ピンチになるときに持たないので、うん、それを年間やらなきゃいけないので、35回で3試合ぐらいかな。そうですね、はい、33試合を考えて、だいたい月に5回ですね、うん、あの時は中4日とか中5日でしたから、うん、33回考え、9回をマネージメントしていくっていう、逆算でやってってるので、そうすると、そこを抜いたりするところでポンとヒット打たれたりするわけですよね。じゃあ、あれですね、中6日で、まあ、100球ぐらいでいいって言ったら、いけたかもね、まあ、何回かそういう可能性はあったかもしれないですね。そうですね、今もうその100球じゃなくて、僕らも140とか、そうですね、あの中4日とか中5日投げてましたから。それは難しいですね。そうですね、はい、まあ、佐々木朗希は今後も完全試合にとか、うん、だから今の佐々木君はその日その日で投げれてるじゃないですか、うん、でこれがこう中心になってきたらこう絶対に勝たなきゃいけないっていう中で、うん、年間通していいピッチングをある程度持続していかなきゃいけないっていう立場になった時に、うん、同じことができるかっていうと全く難しい、なるほど、かもしれない。まあ、今はそこまでの責任は負ってないないし、まあ、あの自分の好きなボールをキャッチャーと2人で投げてるということなので、なるほど、ね、ある程度何試合かはそれでいけると思います。じゃあ今のうちですね、もう一回やるのは。そう、あの体の疲労が来るから。なるほど。この間も2試合目のそのいいところまで行った時にはピッチングコーチが見てて多分相当疲れがあったんでしょう。まあ、そうですよね、うん、6回ぐらいから抜けて出ましたもんね、落ちましたからね、うん、だからその前の日は落ちなかったじゃないですか、はい、まあ、前回はね、はい、でやっぱ落ちますから、これ疲労によるものなので、それがまたこう続くと思うんですよ、うん、でやっぱりもっと本当に主軸になって優勝かかるチームになってくると3試合も4試合も調子悪いというわけにいかないですよ。まあ、そうですね。だ僕はもう2回良かったら1回悪くていいと思ってました。だ2勝1敗2勝1敗でいこうっていう考え方を持ってました。なるほど、はい、まあ、そのぐらいの気持ちじゃないとできないということですよね。いっぱいいっぱいになるということですよね。そうですね、年間通してアベレージとしてはまあ15勝7敗だったらいいなと思ってました。なるほど、はい、33回で22回絡みますけど関係のない試合も出てきちゃったり、まあ、相手のピッチャー完封したりするから、まあ、そうですね、はい、大体2勝1敗でいけたら最高になっていう考え方を持っています。